食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服は？だいぶ汚れていましたので、クリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ、ご安心ください。私は片木の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ？料理本当に食べないんですか？右手は義手です。不作法なのはご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なもので、ないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてねえ。桐生さんは登場過女という言葉を知ってますか？登場過女。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場果樹でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんたは一体？あなたはひまわりで、錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だが、なんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今、神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。殻の一粒に決まっているじゃないですか。また殻の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば、風間さんは波紋を免れません。ですが、私があの土地を手に入れれば、風間さんを守ることができます。それに、あなたの縫い切りも晴らさなければ、神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。
でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか。ああ、わかった。服はすぐに持ってこさせます。では私はこれで。役者どもの好きにはさせねえ。レッツハリー。Welcome to the family. Get ready.
いらっしゃいませ。
らっしゃいませ。どうです？遊んでいきませんか？おい、そこのお前、スペイン出して消えろよ。やんか。こいつ、目障りだ。
柏木さん。キリュウ。ニシキ。お前、大丈夫だったのか。なんで。そうか。それじゃあ、おやっさんももう。おやっさんのことはまだ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り、堂島組はおやっさんに責任かぶせる気でいる。なんでだよ。お前がもう組を抜けたってのにか。ああ、ただそれでも一歩前進だ。堂島の大門が外れた以上、こっから好きにやらせてもらう。クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。そうだな。分かった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと。行こうぜ。いや、俺は登場会から破門された人間だ。もう風間組の事務所には入れない。柏木さんにはお前から伝えてくれ。俺何言ってんだよ、水くせえな。いいから来いって。せめてものけじめだ、錦。きっちり筋は通す。筋って、お前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前、この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから、詳しい話はそこで聞かせてくれ。分かった。じゃあ後でな。
飲んでから帰りたいですよね。ねえちょっと女の子どうでした俺だ、キリュウ。参るぞ。ビールしかねえぞ。わかってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん、なんか言ってたか。いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。だろ。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが殻の一粒を手にすりゃ、風間のおやつさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。サツに目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、キリュウ。実はな、東光クレジットの社長さっき殺されたぞ。何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一つぼにおびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あのバカ何だってやるさ。てめえの身を守るためだ。正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方。いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前立花不動産って知ってるか。あ、立花不動産。組を抜けた後、その橘って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て、キリュウ。俺知ってるぞ、この橘不動産。奴ら、殻の一粒にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ。立花不動産は町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ、一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り。ああ、今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄
鉄の壁に穴を開ける。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ飽きになった。たとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうがお構いなしにな。今時の不動産周りは金の足づかみ競争だ。得体の知れない連中が群がってるけど、その中でも立場本家か。そのくらい厄介。信用できる相手ならの話だ。なら明日少し突っ込んで。いや、しあ、お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わるな。キリュウ、組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。おい、おお、
おい。え？いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。おい。うん。何？ちょっと下がら。偉そうにしてんじゃねえぞ。
じられねえ強さだ。どこ行こうか。罰ゲーム何でしょう。ん？おい、あ、いや、何？おい、あ、いや、あ、何？ああ。ん？はあ？ああ？おお、チャレンジしてみるか。
なんだ。おい、お、お、
Oh.